ワイルドスピード、スーパーコンボは2019年のアメリカ映画であり、ワイルドスピードシリーズのスピンオフ。監督はデビットリーチ、脚本はクリス・モーガン、ドリュー・ピアースが務め、同演員、ジョンソン、ジェイソン・ステイサム、イドリス・エルバ、バネッサ・カービーラが出演する。今作の主な舞台はイギリス・ロンドン、ロシア、サモア諸島。シリーズ初のスピンオフ長編映画で、 シリーズ第8作、ワイルドスピードアイスブレイクから2年後を舞台に、ルーカ・ホブスとデッカードショーを主人公に描く、イギリス・ロンドン。テロ組織が殺人ウイルス、スノーフレークをトラックへ積み込んでいるところを、魅力の部隊6人が襲撃。ウイルスが収納されたケースを確保し、システムロックを解除した直後、科学テロ組織、 エティオンに属するブリクストンが現れ部隊の5人を芝叩く間に倒す。残った一人ハッティ賞はブリクストンらの手にウイルスが渡るのを阻止するためウイルスを自身の体内に注入しその場から逃走。ウイルスを手に入れ損なったブリクストンは情報操作によって部隊を裏切ったテロリストにハッティを仕立て上げたのであった。英米両政府は元アメリカ外交保安部の捜査官 ルーク・ホーブスとハッティの兄で元イギリス軍特殊部隊員、元ミロクエージェントのデッカード・ショーにハッティの保護を依頼。かつて敵同士であった経緯から協力関係を拒否した二人は単独で行動するも、ホブスがハッティの身柄を確保したことで再び合流。しかし、そこへブリックストンが現れ、ハッティを連れ去る。ブリックストンを追うホブスとショーであったが、組織に 人体改造を施され、超人的な力を得た、ブリックストンの前に二人がかりでも苦戦を強いられ、ハッティを取り戻し、カーチェイスの末に、ブリックストンの追跡を振り切るも、ハッティと同じく情報操作によって、テロリストに仕立て上げられてしまう。三人は、エティオンに関わるアンドレイコという男の存在を突き止め彼に接触する。科学者であるアンドレイコは、スノーフレークを生み出した。 小本人で、それをエティオンに悪用されてしまったのだという。ウイルスが、間もなくハッティの体を犯し世界に、拡散するであろうこと、エティオンの研究所にある装置でしか、体内のウイルスを抽出できないことを聞き出した3人は、研究所のあるウクライナへ向かう。マダム・ m の手引きによって研究所内に潜入、一度はブリックストンに拘束されるも装置を奪うことに、成功する。しかし、 脱出の際の激しいカーチェイスによって装置は破損してしまうのであった。ホブスは装置を修理するため疎遠になっていた故郷サモアへ向かうことを決意する。家族、故郷を裏切った過去から兄、ジョナをはじめとする兄弟はホブスへの協力を拒否するが母からカツを入れられホブスたちに協力する。兄のジョナは家族で営むカーカスタムショップのノウハウを生かし装置の 修理を開始。ホブスやショーは戦いに備え、地の利を生かした作戦を計画し、ブリックストーンを倒すためのキルボックスを皆の協力で完成させる。ジョナの努力で装置の修理が終わり、早速ハッティは右腕に装置を取り付け作動させ、ウイルスを抽出し始める。決戦を前に、ホブスとジョナ、ショーとハッティはそれぞれわがかまりを解消し、家族愛を確かめ合うと、 章の読み通りブリックストンらは夜明け前に攻撃を仕掛けてくる。ハッティの工作により武器が無効化されたブリックストンの部隊とサモア島民との間で肉弾戦が勃発。地の利を生かして形勢優位に戦うサモア人たちであったが超人的なブリックストンの相手にはならず、ブリックストンは装置をつけたままのハッティを連れてヘリコプターで逃走を図る。 ホブスとショー、ジョナラ・ホブス兄弟は、レッカー車でヘリを追い、フックでヘリを捕らえ上昇を阻止、罠を仕掛けていた北側の崖へとヘリを誘導する。ヘリは罠によって、ダメージを受け上昇不能となったが、ブリックストンはヘリを急降下させ、レッカー車諸友崖の中原へ墜落。ホブスとショーは再び、ブリックストンとの直接対決に挑む。ブリックストンの超人的能力の前に、 やはり苦戦する二人であったが、一方が攻撃を受けると同時にいた方が攻撃を加えるというコンビネーション攻撃を駆使して徐々にブリックストンを追い詰める。ダメージを追い戦闘不能となったブリックストンに対し、ホブスとショーは人を信じることが強さだと説く。しかし、エティオンの指導者から廃棄処分と判断されたブリックストンは崖から転落し海の木屑溶かした。 ハッティのウイルスも抽出が完了し、無事ウイルスの拡散を阻止したホブスとショウ。彼らに対し、ヘリのスピーカーを通してディレクターは宣戦復刻するので、あった。エンドクレジット。娘のサマンサと共に改めて、サモアを訪れ家族との絆を取り戻したホブス。ハッティと共に服役中の母、マグダレーンとの面会を果たしたショウ。家族愛を再確認した二人の元へ、 新たなウイルス出現の知らせが届く。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトの6点トマト図には319件のレビューがあり、批評家支持率は67%、平均点は10点満点で6.09点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ホブスショーは、 ワイルドスピードシリーズのスピンオフ作品として成功した良い例となっている。ありがとうございます。